どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ユナイテッド航空のマイレージプラスがですね、マイル購入のサブスクリプションサービスをね、開始すると発表しましたので、こちらの解説ね、やっていきたいなというふうに思います。ということで、ユナイテッド航空のね、マイレージプラスということで、 ANA のね、特典航空券をお得にね、発券することができるということで、かなり有名なね、ユナイテッド航空のマイレージプラスなんですけども、なんとですね、サブスクリプションサービスということで、毎月ね、一定のマイル数をお得な価格でね、購入することができるっていうね、謳い文句でこちら発表したわけなんですけども、こちらがね、実際お得なのかっていうのをですね、今回の動画ね、話していきたいなというふうに思っておりますので、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。で、公式サイトなんですけども、こんな感じになっておりまして、マイルバイザマンス定期購入パッケージで新しい目標に到達、待ち遠しい次のアドベンチャー、その実現をお手伝いします、次のご旅行を実現に、毎月一定のマイルをお得な価格で購入できる定期購入パッケージをご活用くださいということで、まあこちらね、無理やり英語を日本語にね、訳している文になってるんで、まあ若干変なところもね、あるわけなんですけども、毎月ね、一定のマイル数を購入していただいて、まあ、お得にね、利用してくださいみたいなね、まあ、こういった感じになるんですよね。でですね、公式サイトにですね、規約みたいなのがね、記載がありまして、一応注意事項みたいなのがね、ありましたので、こちらもね、ちょっと読み上げていきたいと思います。まずですね、こちらはサブスクリプションサービスということで、毎月ね、課金されるサービスっていう風になります。毎月一定数のマイルを購入していくっていう感じですね。で、購入後の一時中断や購入プランがですね、3つあるわけなんですけども、ちょっとこの3つについてね、後で解説しますけども、この3つのプランですね、途中でアップグレードとかダウングレードとかね、そういったことはできないっていった形になります。またですね、購入済みのマイルは払い戻しができないっていった形になっておりまして、パッケージ購入時に選択した期間満了前にキャンセルした場合ですね、キャンセル日から90日以内はですね、新しいパッケージプランは購入することができないっていった形になります。でですね、購入後のマイルは通常分に関してはですね、48時間以内に付与されるっていう風になっておりまして、こちらね、プランにはですね、ボーナスマイルっていうのはね、まあ、付与されるわけなんですけども、3回の支払いがね、完了した後に付与されるっていった形になります。でですね、購入プランなんですけども、3つにね、分かれておりまして、こちらね、公式サイトの画像なんですけども、1月ね、3000マイル、もしくは5000マイル、もしくは8000マイルっていった形になっておりまして、月々ね、3000マイル、5000マイル、8000マイルね、どれか選んで購入することができるっていった形になります。で、この下の方にですね、月 94.5 ドルっていうのがね、記載あると思うんですけども、3000マイルであれば月 94.5 ドルで購入することができて、5000マイルであれば月140ドル、8000マイルであれば月210ドルでね、購入することができます。で、3ヶ月ボーナス、6ヶ月ボーナス、9ヶ月ボーナス、12ヶ月ボーナスっていうね、記載があると思うんですけども、こちらね、3ヶ月、6ヶ月、9ヶ月、12ヶ月時にですね、毎月購入しているマイルとは別にですね、ボーナスマイルがね、もらえるっていった形になります。ですので、この3000マイルをね、例で取っていくと、まあ3000マイルね、12ヶ月購入していただきますので、3万6000マイルになりますよね。それにプラスして3ヶ月ボーナスで720マイル、6ヶ月で1080マイル、9ヶ月で2160マイル、12ヶ月で3240マイルということで、1年間ね、この3000マイルね、月々購入していただくと、年間でね、4万3200マイルがね、獲得することができるっていった形になるんですよね。まあこれがね、月5000マイル、8000マイルね、別になっておりまして、この3ヶ月から12ヶ月ボーナスもですね、月々のね、購入するマイルがね、増えれば、こちらもね、増えていくっていった形になります。で、気になるのはですね、マイル単価が一体いくらなのかっていう部分ですよね。まあこれだけサブスクリプションで購入してって、まあこれがね、安かったらすごいいいサービスっていう風になりますけども、これがね、マイル単価が高かったらあんまり意味がないですよね。ということで、私の方でね、ちょっとマイル単価の方ですね、こんな感じで作らせていただきました。まあ購入プランがですね、3000マイル、5000マイル、8000マイルっていう風になっておりまして、各ね、3ヶ月から12ヶ月のサブスクリプションのボーナスマイルがその下にね、記載がありまして、で、
サブスクリプションのボーナスマイルの合計ですね。で、その下が年間購入マイル数ですね。その下がね、総マイル数っていう風になりますんで、月3000マイルで総マイル数を見ていただくと、まあ、月3000マイルね、購入していただくと、年間でね、全部合わせて4万3200マイルっていう風になります。まあ、5000マイルであれば7万2000マイル、8000マイルであれば12万マイルっていう風になります。で、その下にですね、支払い額一月っていうのと、年間っていうのはね、あると思うんですけども、まあ、一月であればですね、3000マイルの場合であれば1万1540円。で、年間であれば13万8487円ということで、こちらですね、円計算で出させていただいておりますけども、こちらの動画ね、作らせていただいているのは10月の13日の日付変わったぐらいっていう風になってるんですけども、先ほどドル円のレート調べたら1ドル 113.60 円っていう風になりましたんで、まあこれでね、日本円出させていただいておりますけども、月3000マイルのね、プランであれば、マイル単価ですね、1マイルの価格っていうのは、月3000マイルであれば 3.2 円でね、購入することができるって形になります。で、月5000マイルだったら 2.8 円、月8000マイルであれば 2.5 円っていう形になります。まあこの表ね、見ていただければもうね、一目瞭然でね、わかると思うんですけども、このサブスクリプションサービスですね、残念ながら非常にね、マイル単価は高いですね。いや、もうちょっとね、サブスクリプションサービスであるのであれば、もうちょっとね、安く、ユナイテッド航空のね、マイレージプラス自体は、すごいボーナスマイルキャンペーンとかもね、年間を通してすごい何回もやられて、まあ、その中でもね、100% ボーナスマイルとかもね、1年間にまあ2、3回、2回ぐらいは多分あると思うんですよね。にもかかわらずね、こんなに1マイルの単価ね、高いって私思ってなくてですね、ちょっと計算してびっくりしたんですけども、まあ、月8000マイル購入してってもね、1マイルの単価 2.5 円ということで、1マイル2円ね、切らないんですよね。ということなんで、まあ基本的にはですね、このサービスは、まあお勧めすることができないかなっていう感じなんですよね。というのも、今ね、2021年の10月13日なわけなんですけども、2021年の9月の終わりですね、9月の29日までね、100% ボーナスマイルキャンペーンで、ね、やってたわけなんですけども、その時のね、マイル単価っていうのはこんな感じになってるんですよね。ボーナスマイルがつく3万マイル以上であればですね、3万マイル購入していただいて、まあ、ボーナスで6万になって、1マイルの単価っていうのが 1.97 円なんですよね。ですんで、もう本当にね、サブスクリプションより、この 100% ボーナスマイルね、かなり安かったんですよね。ですので、まあちょっとね、このサブスクリプションサービスに関しては、まあ基本的にはですね、緊急事態で、まあ、利用するっていう感じになりますかね。まあ、緊急事態でもね、普通にマイル購入した方がもうちょっと安い気もするんで、まあ、基本的にはね、手を出すべきではないんじゃないかなっていうふうに思いますかね。なんでこんな高くなったのか、ちょっとよくわからないですけども、こんな感じのね、サブスクリプションっていう風になりましたので、基本的にはね、手を出さないでいただきたいなっていう風に思います。まあね、個人的にはですね、本当に 1.97 円っていうのは、まあこちら 100% ボーナスマイルのね、キャンペーンの価格っていう風になりますんで、かなりこれはね、安い方だと思うんですけども、まあこれをね、 85% とかにして、まあそのぐらいでもね、多分 2.5 円とかも、ね、多分いかないと思うんですよね。ですんで、もうちょっとね、安くしておけばですね、ひとまず入るっていう方ね、まあ、中にはいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思いますので、まあそうなればですね、契約をしてんのをね、忘れて翌月まで課金しちゃうみたいなね、まあそういった感じの人もね、多い気がするんですけども、ちょっとね、今回このサブスクリプションサービスね、かなりお高いっていう風になりますんで、まあ基本的にはね、手を出さないでいただければなという風に思います。ということで、今回ですね、ユナイテッド航空がマイレージプラス購入をですね、サブスクリプションサービスで始めるということで、動画ね、解説させていただきましたけども、まあ結論としてはですね、手を出すのはやめましょう。っていう感じですね。今後どうなるんですかね。このサブスクリプションサービスが始まったことによって、今後ですね、マイル購入増量キャンペーンみたいなのが行われないのかもしれないですよね。そうなったらもうこちらを利用するか、ボーナスマイルなしの価格でね、購入するしかないって言った形になるんですけども、まあ、そうなったらね、多分このサブスクリプションの方が多分ね、お得になるんじゃないかなと思うんですけども、まあでもね、月3000マイルだったら、
マイル単価 3.2 円ですからね。なかなか厳しいですよね。ってなると月8000マイルかってなると、まあ一月でもね、25,645円ということで、かなり高いですよね。年間30万超えですからね。それでマイル単価は 2.5 円というふうになりますんで、まあいずれにしてもですね、かなりね、ハードルは高くなるんじゃないかなというふうに思いますよね。今後ね、このボーナスマイルキャンペーンがね、どんな感じになるかっていうのもね、結構見ものだなっていうふうに思いますよね。今まではね、年間で 75% から 100% ボーナスマイルキャンペーンが多分年間5、6回はね、行われてたと思いますんで、これがなくなるのかっていうところですよね。こういうのもですね、私の動画でね、今後また解説していきたいなというふうに思っておりますので、気になる方はですね、ぜひね、チャンネル登録しておいていただければなと思います。ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ALA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マイルとボンバーホテル、ヒルトンであることについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。